はい、こんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。大橋ピアノが続々と入っては続々と、お嫁に出ていっておりますけれども、今現在ある大橋ピアノで日本ペダルのこの、大橋旗岩さんが手掛けた大橋ピアノ、まだ整備の途中なので完全な音は出ておりませんけど、これからもっともっと良くなります。ものすごい潜在能力を持った大橋ピアノですね。外装は全塗装でピカピカ、新品みたい、珍しいですね。大橋でね、今の状態でこういうものっていうのはね、ここにありますので、この状態を今見ていただきたいと思います。大橋ピアノですね。はい、こういう状態になります。この押さえフェルトはもう張り替えしてます。綺麗ですね。外装もピカピカですね。以前撮った動画でもそうでしたね。こういう状態、132の B です。2503という、間違いなく旗岩さんの時代の、初代のね方のピアノになりますね。響きを聞いてもらいたいんですけども、よいしょ、ちゃんと椅子ぐらい用意しとけばよかったですけど、聞いてください。いろんな大橋ありましたけど、このピアノは特に優しい音ですね。まろやかな、ふわーっと包み込むような、そういう感じの音のする大橋ピアノになりますね。ですからバンバンとものすごいパワーで弾きたいという方よりも、優しく弾きたい方ですね、あったかい感じの音のする、そういう音が好きな方にはいいと思います。まあ同じ大橋でもいろんな個性がありますから、その辺をねお好みで選んでいただいたらと思いますね。あとこの後大橋が2台届く予定です。1台は、震災でちょっと被害を受けた、ちょっとね、板がめくれ上がったピアノも修復が終わりましたので、まあもうなく参ります。そしてもう1台、東京から買い取りをした、これも日本ペダルの古い大橋ですね。これがまああと2週間ぐらいしたら来るかなという感じですね。まあいずれにしましても全国から大橋ピアノを探しております。職人の魂が入った素晴らしいピアノですので、ぜひね、まあ、動画で音を聞いていただけたらと思います。それではさようなら。